どうもカンちゃんカンちゃんでございますね。ここはですね、元鍛冶駅でございます。元鍛冶駅と言いますとですね、西武池袋線のですね飯能駅からですね、一つですね池袋寄りによったね、駅でございますね。元鍛冶駅ですね。元が鍛冶だったのか鍛冶が元だったのかよくわかんないですけどね、鍛冶で元で元で鍛冶かそんなことはどうでもいいんでございまして、ただどこに鍛冶っていう地名があってそれで、その元で鍛冶になってるのかそれがよくわかんない、まあ、どうでもいいんですけどね、まあ、とりあえずこの周りねヘコヘコ歩いてねなんか見つけたいと思いますのでね、よろしくお付き合い。あらあらあらあれなんかカチャがしたね。まあいいね、カチャカチャ、まあこんちゃでございます。こんちゃってことでね、やります。はい、すいません、グダグダで申し訳ございません。はい、それでねこれがね、元鍛冶駅からね飯能方面をね見た感じなんですがね、もうこの辺は全部伏線でございましてですね、結構ですね電車いっぱい走ってます。結構電車走ってまして、本当西武池袋線はですね、まあ飯能駅を境にしてですね一気にもう変わりますね。電車本数がめちゃくちゃ多くなってですね、非常に便利な場所になっているということですね。ここ頻繁にいろんな電車が走ります。あ、もうなんか電車来ましたね。今降りたばっかなんですけどね、もうすぐ次の電車が来るというね、まあ、こういったね便利な場所となっているわけでございますね。はい、はい、でねこの駅はですね、快速急行というのはですね止まらないんですね。特急の次に早いのが快速急行、その次が急行で準急とあるわけなんですが、まあ、急行と準急の間に、まあ、快速っていうのがあるんですけど、まあ、非常にややこしいんですがね、これは快速急行でこれだけがですね元鍛冶の駅を通過していきます。はい、これは止まりません。快速急行は止まらないわけです。というわけでね、普通の通勤型電車をね通過していくというね、そういう場所でございますね、この駅はですね。はい、ホーム自体はね伏線でね、両脇にこういうふうに、ホームがあるっていう感じですね。でこちらの方にはね自転車置き場があって商店がある。そして例によってねこちらの方にはね広い空き地があってですね、鉄道のこう柵なんかがね、向こうの方まで広がってるのはお分かりですかね。これがロータリーなんですけども、こっちのロータリーから見ていこうかな。こっちのロータリーの向こう側にも鉄道のね、柵みたいなのが残ってるんですが、この辺は多分ですね、貨物駅の名残です。というわけでね、この駅はね、エレベーターがあるようなんでね、エレベーターで上に上がるということでございますね。分配の力を使わないとね、もったいないですからね、エレベーターで上に上がる僕ちゃんでございますね。階段上がりは今日はやりませんということですね。日本連絡通路です。こちらのドアが開きます。それでね、エレベーターで上で上がってきたわけなんですが、このですね、通路自体はですね、ずいぶん昔からあるような通路でございまして、でここにですね、エキスパンションと言われているね、区切りがございまして、まあ、後付けでですね、こうやって後付けでエレベーターをつけたと、そういう構造になっておりますね。ちょうど急行電車が来たようでございますね。それでこれが改札の方に降りていくね、階段ですが、当然ね、補助金対応ということでできたエレベーターだと思いますので、バリアフリーで、こちらもエキスパンションで、こう後付けのエレベーターがついていると。で、まあ、階段を降りるとちょうど急行がついたみたいなんでね、大勢の方が降りてきてここもまた混むと思うのでさっさと降りたいと思います。それでね、階段を降りてきたところにはこうやってですね、まあ、コインロッカーがあったりゴミ箱があったりで、改札内にねこうやってトイレがあったりとかね、こんな作りになってましてね、完全にですね、都市型のね作りになってきて、今までのね、秩父線のね山の中のね、線路とはちょっとね趣をことにするような雰囲気がある駅だなっていうのがですねお分かりいただけるかと思いますね。そしてですね、まあ、こうやってですね、する先ほどね、線路の向こう側にあるのはね、どうやらスクールバス駿河台大学のですね、スクールバスのね送迎コーナーだと思われますね。でここにタクシー乗り場があってですね、タクシー乗り場があって、こちらの空間は一体何なんでしょうね、ちょっとわからないですね。ちょっと後でぐるっと見てみたいと思いますね。で駅前はやっぱりもう秩父の関係とかも桁違いにねいろんなものがありまして、ここが元鍛冶の駅でございまして、駅前には、いろんなですね、
、お店が結構すでにいっぱいありますね。いろんなお店があってですね、毎度おなじみ接骨院ですね。で、飲食店なんかも普通にありますしね、いろんなものがこう揃ってるなっていう感じがしますね。こちらの方ずっと飲食店が並んでるという感じですね。はい。それでまあ元カジノ駅があって、なんかね、それでもやっぱ観光地的なですね、ニュアンスを出すということでですね、こうやって観光内のですね、看板なんかもですね、あるんですよね。まあ、清瀬とか秋津とかあっちの方にもあるぐらいですから、この辺じゃ当然にあるということでですね、なんかあるのかなちょっとね、円照寺ですね。円照寺というお寺があって、あとは岩見沢運動公園、であと入間川、遊歩道っていうのがあって、その先にですね、何ですこれ。これ気になりますよね、東米ヤンソン明けぼの子供の森公園というね、そういった公園があって、このホッケーの町反応だ、あ、ホッケーの町なんですね。まあそういったものもあるよ。それで駿河台大学がその横にあるということです。ただこの辺は相当線路の向こうっぽいのでね、あんまりいろいろ行くところないかな。まあ円照寺ぐらいですかね、行けるとしたら。あとはやっぱ車で来ないとちょっと難しいかなと思いますね。で、元梶駅と飯能駅の間にこうずっとね、こう八高線が走って縦断していたと、まあそんな感じになっているというような感じですね。これようこそ飯能へですから、これ飯能市がね、作った看板ということでございますので、まあ、飯能駅とね東飯能駅のねレポはね、また何かの機会にちょっとねやって、この水木台の公園とかね、この辺がちょっと面白いんで、この辺をねいずれやってみたいとは思いますが、今日はですね、元梶駅のレポということなんで、この、ま、あれあたりをねぐるっと一周して、それで、終わりにしたいと思っております。それでこれが今ご紹介したですね、飯能関係ですね、飯能の観光案内所ってぐるっと回るんですけど、すぐそばにですね、入間市の看板がありますね。ここはどっちなんですかね。あ、ちょうど境なんですね。これがですね、元梶駅のあれで、ちょうどですね、飯能市と入間市のこの市境がですね、ちょうど駅の真ん中をこう通過してるっていうことなんで、多分、これが入間市の看板で、ぐるっと回って、こちらも飯能市の看板なんで、ちょうどこの間のですね、この受水槽あたりの間にですね、もしかしたら市の境目があるのかもしれませんねっていう感じですね。そういうわけでね、ちょっとね、この市の境目のね、いろんなところをね、うろうろしてみたいと思っておりますね。こんな感じでね、駅前の葬儀場、メモリーホールって言って、駅の前にね、葬儀場があるんですね。こういうのいいですよね。どうしても葬儀の時はね、お酒とか飲んだりしますから、そういった対応の時にね、よろしいかなと思います。それで対応でお花屋さんがあるという感じですね。そしてまあ世界のやっぱん山崎、世界のパンですよ。世界のパン山崎っていう、こう山崎製パンのお店がこの辺にこうあると、そんな感じになっているわけですね。でここがずっと、あ、すごい人だな。ちょっと人が多すぎるので切ります。で今ね、たくさんのね若い人の集団がゾロゾロね、すれ違いになって一旦動画中止したんですけど、多分ですね、駿河台大学のね学生さんだと思いますね。これがですね、元梶駅の前景なんですが、今降りてきたこっち側の方にはですね、こちらがですね、こちら側の方には改札口があるんですけど、反対側向かい側に行くね、改札口がないんですよね。であそこに駿河台大学のバスステーションがあるので、ここをぐるっと回っていかないと駅に行けないという、そういう構造になってるんじゃないかなと思うんですよね。それで今多分スクールバスがついて、大勢の学生さんが、降りてきたと、そんな状況だと思います。だからこの踏切を渡ってですね、多分来られたんじゃないかなと思うんですよね。はい。だからやっぱりあっち側の方にね改札があればね、本当にね便利なんですけどね。まあこういうところがね、なかなか、むしろあと駅のね降りたところの左側に広い空き地あったじゃないですか。あそこにねスクールバスなんかつけられればね、またいろいろ便利だと思うんですけど、まあそういうことがいろいろできないね事情があるんだと思いますね。なんか電車はテールルードと、多分よくあるね、コミバスですね、コミュニティバスだと思いますけど、こっち側なんで入間市なのかな、多分入間市なんでしょうね。で向こうがね駅のところ挟んでもすぐ飯能市なんで、まあ、そんな感じです。電車がガーッと通過していってですね、踏切が開いて車が走るとね、コミュニティバスも走る。あ、やっぱ入間市のバスですね。入間
イルマダモンドとかいう行き先が書いてあってね、テールロードですね、SF バスがね代行運転されている、パスモとかなんかいろいろ使えるね、便利な、イルマのコミュニティバスということでございますね。はい、それでこの踏切で、踏切渡ったところにローソンがありますね、駐車場対応ですけどね、コミュニティバス、じゃなくて、あの駿河台の関係のね、駿河台の学生さんなんかもね、もしかしたら使うなんてことも想定されてるのかもしれないですね。でこれが円照寺ですね。先ほどね、その案内看板に出た円照寺というお寺ということですね。ちょっとお寺の方もね、遠くからでも覗いてみますか。なんか古い鐘つき堂とかあってね、なんか由緒あるお寺っぽいですよね。ちょっと行きますか。でまあ踏切を渡ってですね、こちら側がね池袋方面の、様子でございまして、結構通行量の多いね、様子でございまして、でこちらの方行くとね、さっきのコミュニティバスのね乗り場の方にね行くと思うんですが、それをやめてなんかね地区の掲示板とかね、消火栓器具箱とかこんなのがありますが、まあ、お寺とかで、ね、古い文化財があればこういったものはね火災から守るという意味ですごく重要だということですね。でこれがお寺、あ、なんかすごい立派なお寺ですね。趣があって誰もいませんね。なんか立派な石碑とかがあったりとか、中の撮影していいのかなよくわからないんですけど、まあこんな立派な池があって結構ねのどかないい感じだということだけご紹介してやめておきますか。はい、やめておきましょう。でここにあなたのローソンがあるということです。あ、こっちが本来の正門ですね。円城寺、なんだろう、入間市、入間市景観50選というのがあって、円城寺は武蔵の七福神の一つで、国指定重要文化財、あ、すごいね、国指定の重要文化財になっているということは、すごいベイベーですね、国指定重要文化財ですね、こんなものがあったんですね。なんか御開帳というのがあるんだ、なんだろう、よくわかんないです。何が御開帳なんですかね。ちょっとうろうろ中してみる価値ありそうですけど、撮影していいのかな。人が誰もいないですしね、なんかよくわからないですね。校内、境内の禁止行為っていろいろ書いてあるんですけどね、撮影をする行為禁止とは書いてないんで、まあ多分写していいんだと思うんですよね。すごく立派な施設ですよね。まああんまりね仏様とかねそういうのをね、直近で写すのはねよろしくないと思いますが、景観を撮影するくらいは許されるのかな。すごい立派で落ち着くお寺ですね。でちゃんとね参拝者用の広い駐車場なんかもね用意されてる、感じでですね、なかなかほっこりするにはいい場所かもしれないですね。はい、気持ちの落ち着く立派な池の作りでございますね。それでご本堂が、多分これがご本堂、ここのこう眺めとかすごい素晴らしいですね。あ、素晴らしい眺めでございますね。あ、立派な池だと思いますよ。まあちょっと作りがね近代的、許可なく池、生き物を放さぬことは、そりゃそうでしょうね。そんなことしたらね、ここはお寺の私有地でございますのでね、まあとりあえずあんまりやめときますか。なんか音楽も流れてるんで、ちょっとね、バス乗り場の方に移動してみたいと思いますね。はい、ちょっとねお参りだけしていきたいと思いますけどね。はい、お参りだけして次行きます。ちょっと本堂はまあアップでですね、やめか。はい、それじゃあね、バス乗り場の方に行ってみたいと思うんですけど、この先行き止まりってことなんで、車だけに対する警告なのか、それとも歩行者を含めて警告なのかちょっとわからないんですけどね、まあ公道であることは間違いないので、立ち入り禁止とは書いてなかったんでちょっと行ってみますか。まあ駿河台大学への送迎バスがね、出ている場所ということでございますね。多分、今だっと降りて来られたのは、まあ、授業終わって帰宅される学生さんだと思いまして、駿河台大学は多分ね夜学はなかったと思うので、ここからね今の時間ね、乗られる方はね、まあ、ほとんどいらっしゃらないのかなとは思うんですけどもね、まあちょっと行ってみて、だからバス停なんか空いてたらね、朝のね通学時間で学生が並んでるとこね激車とか言ってね、あんまね、あの女子大生の方はね、女子大生の方はね、カメラ構造がガンガン映すというのはね、またね変態ちゃんに勘違いされるとちょっと困るんでね、まあそういうことはね、避けたいと思っておりますがね。はい、ここがですね、駿河台大学の専用の発着情報ということで、なんか門ががっちりかかってますね。門ががっちりかかってきて、大学関係者以外立ち入り禁止というふうに書いてありますので、それ以上入るのは自重したいと思いますね。こんな感じ
になってますね。はい、一応入っちゃダメって言われる以上ね、入らないというのがルールでございますので、ね、はい、こんな感じです。でこの辺りがですね、まあ、月決め駐車場ということで、まあ、車を使って通勤通学される方が止める駐車場ということでね、なんかここが鉄工所みたいなところなんですけどね、なんか窃盗罪の警告とか出てますから、この辺からね、鋼材とかを盗んじゃうね悪い輩がいるんでしょうかね。でこの他も普通の住宅街だと思いますので、ちょっとここから引き返してまたちょっと周りを散策してみることにしましょう。それでね、元カジノ駅からこうやってちょっとね、先ほどねこっちの方から来たんで、ちょっと今度こっちの方の道行きますか。なんかね、空手のね練習生ね、練習生師範西久保光弘さんとかでですね、何して空手ですね、空手すごいですね。僕ちゃんと無縁なスポーツはね、まあ体操とねマラソンがねまずは無縁なんですが、その次に絶対無縁なのはね、空手ですね。デブの空手家って見たことないですよね。デブのあの柔道の選手なんかはね、結構太った方いらっしゃってね、めちゃんこ強かったりしますけどね、空手の人がみんなね、筋肉ムキムキでね、細身の人が多いですよね。あの辺はやっぱ競技の性質とかね、そういったものなんですかね。女性の人とか空手やるとすごいね、あのスタイルが良くなってね、かっこよくなるとかいうお話もねよく聞きますけれどもね、うん、どうなんですかね。あの安室奈美恵さんとかね、沖縄のね結構ね有名なね、あのダンサーの方とかは結構空手家出身の方なんかいらっしゃるみたいですけどね。でも普通に今日にこうやってね飲み屋さんとかはねありますからね。でここも結構何軒かね、お店があってね、台湾茶館、台湾なんとかよくわかんないけど、で洋品屋さんとか不動産屋さんとか普通の店が並んでますからね。そしてここがお蕎麦屋さんですよね。でこういう感じでやっぱり全然違いますね。あ、でこれはね、駅前に必ず必要なね美容室さやさんですね。そんなお店もあったりとかね、あったりとかして、本当にですね、うん、違いますね、完全に違いますね。やっぱり駒とか武蔵横ってなんて店一軒も何もなかったし、駒もねそんな数なかったし、うん、むしろ国道沿いのね、トラックとかね、狙ってたような。あ、これ整骨院だ、整骨院ですね。あのコンビニなんかもね、大型車が止められますって売りとかね、そんな世界だったんですけどね、やっぱり飯能よりね、池袋よりになってくると一気にこうやって電車を使って生活をするというパターンが一つ強いんでしょうね。でもやっぱりね、車も大事なんでしょうね。だからこうやって月決めの有料駐車場がねこっちの方にもいっぱいありますね。ここも月決めの有料駐車場ですし、あれも月決めの有料駐車場がいっぱいこう並んでるというね、日割りのね日額いくらっていう駐車場が今のところはちょっとね、見つかってないですけど、どっかに多分ねあるとは思いますけれどもね、うん、どうなんでしょうか。本当に駐車場はねいっぱいありますよね。今日でも歯医者さんがねえな、歯医者さんがないな。美容院もあったんですけどね、歯医者さんがないですよね。大抵行きそこにですね美容院と歯医者って大抵あるんですけどね、ここはないですね。ちょっとねもうちょっとね、歯医者さんを探して散策してみたいと思いますね。あ、ここは24時間止めている駐車場ですね。あ、それがありましたね。値段がですね、ちょっと看板狭いかな、24時間で500円ということでね、コマとかあっちと一緒ですね。値段的にはそんな高くならないですね。コマの駅なんかと同じ24時間で500円という駐車料金になってますね。はい、そうですね、そんな遠く映さなくてもここにありましたね。24時間500円、隣がやぐら寿司ってお寿司屋さんですね。それでその先にもなんかね、串のなんて読むんだろう、あれ串の助って読むのかな、わかんねえや、漢字読めねえや。なんかこう焼き鳥屋さんみたいなのがあったりとかね、あのホッピーとかね、ホッピーとかこんな看板がはたかた当てたりとかね、わあ、もうあれですね、完全にね、これぞもう完全に住宅街ですね。ちなみに畑田んぼの宅がね一切見つからないですね。あるのはもうひたすらこう駐車場がね、駐車場がいっぱいあるんですよね。この辺駐車場が固まってるのはなんか開発規制をかけてるんですかね、将来的にね、ちょっとわかんないですね。家とこの後ろがずっと家でこう駐車場が広がってるので、多分この辺ね開発規制をかけてて建物を建てられなくしてる可能性ありますね。それで駐車場になってこういう風に貸してるという可能性があります。ちょっと綺麗にね
整理されすぎてるということですね。で、このもつ焼き、これも駅前ですね。で、これ自転車や、自転車じゃない、自転車置き場があるという、こんな感じでございまして、まあ、逆光が住めないからな。で、こんな感じでね、駅前にも、これがもう完全駅前ですけど、うなぎ屋さん、焼き鳥屋さんね、美容室、いろんなものが揃ってるという感じですね。で、これがもつ焼き屋さんに上がって、そしてこれがですね、パン屋さん、パン屋さんですね。パン屋さんがあったり、あと、あ、パン屋さんいいな、このパン屋さん、なかなか感じが。でまあ、いろんな店があるという感じですかね。電車が通過してきたんですね。快速急かな、ここかなと思って、快速急かな、かなと思ったらもう、あ、普通の回送電車でしたね。回送電車、いわゆるあの通勤、これから通勤時間帯に入りますので、帰りのね、通勤ラッシュに備えての送り込み電車でしたね。はい、当然回送は通過します、この駅はね。はい、ということでございます。で、これが元梶駅の端っこで、ずっとやっぱ自転車とかね、バイクとかそういったものを止める場所が多いですね。で、この駅はずっと月決め駐車場、本当に綺麗にね、ライン引かれて、なんか建物が建ってないで駐車場になってるって感じだから、やっぱなんか規制かけてんだろうな、行政が。そんな気がすごくしますね。はい、それで、まあ結構こういうのが秩父の方になかったのは、これですね、命の電話の看板ですよね。こういったものでね、まあ、自殺、鉄道自殺とか本当ね、絶対良くないですからね、やっちゃいけないもんですからね、やって警告の看板を立ててるということで、で、こんな感じですね。でもこっちのね、踏切渡ってくるとほとんどお店はなくなっちゃって、まあ、工務店さんとかね、あと松葉交通さん、あれはタクシー業者さんですね、うん、タクシー業者さんのところがあって、あとですね、半田税務会計という、まあ、税務署さんとか、税務署じゃねえ、税理士さんの事務所ですね。そんなのがあるっていう感じで、あんまりお店とかそういったものはこっちの方にはまあなさげということでございますね。はい。ちなみにね、この駅があってすぐの脇にね、これあるこの台形のね、建物、これ何かって言ったらですね、あの建設の残土です。つまりね、産業廃棄物なんですよ。駅の真ん前に産業廃棄物を置くかみたいな感じですけどもね、まあ、何なんですかね、駅前の開発とかで出ちゃった土砂をここに置いてるってことなんですかね。すごいですよね、駅の真ん前に廃棄物置き場というのは、ちょっとね、もうちょっとね、考えていただいた方がいいんじゃないかなっていう気もしますけど、まあ開発許可のね、要件がね、揃っちゃえば許可は出さざるを得ないのが行政の宿命ですからね、仕方ないのかと思いますね。は、電車がね、入ってきましたね。なんかスピード落とさねえな、これ通過だな。止まった止まった、違う、準急だ。準急反応行きが元梶駅に、到着したところでございまして、この横は自転車置き場で、その横にあるのが、これはね、この台形の積み方から言って残土置き場ですね。で、いわゆる残土置き場です。はい、廃棄物置き場ってことですね。はい、で、これがなんかね、なんかあったビルです。よくわかんないですけど、閉まっちゃって今は使われてないビルで、その奥にあるのがなんかね、観光案内所みたいな、反応の観光案内所みたいなのがあったんですけど、これはですね、まだシャッターが降りて動いてないという感じです。はい、あ、電車が行きます。なんか女性の運転手さんですね、女性の運転手さんが、準急反応です。それで踏切が開かないかなと思ったら、続いてね、今度通過電車、特急電車がね、来て通過していくようでございますね。開かずの踏切2本立てみたいなね、こんなところで開かずの踏切みたいな2本立ての線路でございますね。これは、あ、回送だわ。でも特急電車の車両でラビューでしたが、回送でした。はい、今日はなんか回送電車いっぱい合うな。はい、で、これがですね、先ほど申し上げたこの、あの広い空き地ですね。で、これがですね、元梶駅の改札口ですよね。電車がこう走ってるので、ね、ご覧いただけるかと思うんですけど、ね、
ですからここにですね、駿河大学駅のね、駿河大学のね、スクールバスとか止まればすごく便利だなと思うんですけどね、この広場をね、なんでこうやって開けているのかっていうのはちょっとね、僕ちゃんには分からないのでね、何かね、情報を持っている方はよろしくお願いします。本当もったいないですよね、この空き地ね。というわけでね、元鍛冶駅周辺をね、いろいろ散策してね、ちょっとですけど回ってみたんですけどね、まあなかなかね、一気に雰囲気変わったなと、いわゆる住宅街だなみたいなね、感じにはなったかなとは思いますね。じゃあこれでまた次の駅の方にね、移動するかこのまま帰るか、これから考えてみたいと思います。とりあえず駅から、その電車に乗って、移動したいと思います。今日はどうもありがとうございました。ちなみに元鍛冶駅があって、このシャッターは一体何なんですかね。なんかもったいないですね。でここにあるのが防犯ステーションって言って、これは多分もともと交番があったのを、まあいわゆるコスト縮減でなんかないしは、効率化ですね、関係で、やってるということですね。まあ、警察のやっぱ施設だということですが、交番ではないということですね。あとは特に目新しいものがないので、改札くぐっていきたいと思います。当然階段なんかは使わないでエレベーターで上に上がる僕ちゃんでございます。エレベーターがあるときは必ずエレベーターで上がらないといけないのです。なぜか理由は簡単でございますね。僕ちゃんがデブだからでございますね。はい、もうデブにね、上り坂とね、上り坂の階段はね、現金でございます。極めて避けて生きるということでございますね。それでもう当然エレベーターがあればね、譲り合ってご利用くださいって言いますが、僕ちゃんしかいないのでね、もう譲り合う相手がいないというね、そういう感じでございますね。ちょうどこの辺がですね、境目ですね。何の境目かっていうと、入間市と飯能市の境目ということでございますね。はい、じゃあね、改札出てね、あ、人がいないんでね、連絡通路誰もいませんね。あ、人が一人いるか。誰も乗っていない。